エコアと呼ばれるこのシステムは、小型のカートリッジに燃料として水素を充填し、乾電池のようにさまざまな電化製品に使用できるようにしたもので、名古屋市内の企業、アビリティが手掛けました。今日発表された自転車は、水筒ほどの大きさのカートリッジに充填させた水素を車体内で電力に変換し、発電させ走ることができます。どこでも誰でも扱えるので、例えばこれがコンビニエンスストアに置いてあったりとか、郵便局に置いてあったりとか、それから今のガソリンスタンドに行けばこれがあるとか、そういうことがすぐ実現はできるものなんですね。今後はエコアを災害など緊急時の非常用の電源として使えるよう開発を進めるということです。